この動画はテレダインレクロイの提供でお送りします。扇風機に AC モーターが使われているものと DC モーターが使われているものがあります。これは AC モーターが使われているものです。まあ、比較的安くて 2,3,000円で手に入ります。で、一方でこちらが DC モーターが使われている扇風機です。値段はちょっと高めになって1万円くらいします。で、今日はこの2つの違いを見ていきます。ちょっと見えにくいんですけど、こういうふうにプロペラの後ろになんかモーターっぽいのがありますね。見えますか？奥の部分にモーターがあります。これは AC モーターです。この扇風機の中に入っているものとほぼ同じものを用意しました。この部分に巻き線がものすごい数巻いてあります。巻き線の中を通るように鉄芯が一周ぐるっと巻いてあります。で、巻き線の反対側に回転する部分、回転子があります。巻き線の部分に電圧を加えれば回ります。ということで実際に AC モーターを回してみます。コンセントから電源を取ってきて、ここにあるスイッチを入れるとこの AC モーターが回り始めるはずです。こんな感じで勢いよく回っています。モーターの巻き線電圧はコンセントから来ている交流 100V の電圧です。この電圧が巻き線に加わることによって AC モーターは回ります。 AC モーターを使っている扇風機が回る理由は分かりました。次に DC モーターなんですけど、 DC モーターですね、DC モーターっていうのはこういったのを言います。これは DC モーターのことです。よくおもちゃとか、あとはミニ四駆とかラジコンとかに使われている DC モーターです。本当にこの DC モーターが使われていてプロペラを回してるんでしょうかね。ちょっと実際に電圧を加えて確かめてみます。ここに DC モーターがあって、でここに交流電源を取ってきたブレーカーがあります。でこのブレーカーを投入するとこのモーターが何かしら動き始めるはずです。で今グローブをつけているのはすぐ近くにここに 100V が来ているので、それに直接触らないためです。では実際にスイッチを入れてみます。そうすると、おお、まん、今ウィキペディアの DC モーターのページを見ているんですけども、こういった DC モーターとあとは扇風機に使われているような DC モーターは根本的に違う構造だって書いてあります。先ほど煙を上げて壊れてしまったモーター、これはブラシ付き DC モーターです。こちらの扇風機についている DC モーターの正式な名前はブラシレス DC モーターです。これは全く違うものです。ということでこちらのブラシレス DC モーターが付いている扇風機を分解して、中にどんなモーターが使われているのかを実際に見ます。分解を始める前に、こちらのブラシレス DC モーターですが、かなり幅広い範囲で回転数の制御ができます。例えば一番最弱のモードですと、こんな感じで1分間に500回転くらいしか回っていません。回転数は10段階くらいで調整できます。一番速い状態ですと回転数は毎分2200回くらいで回ります。でこういうふうに幅広い範囲で回転数の制御ができるのがブラシレス DC モーターの特徴です。 AC モーターを使った扇風機の場合、回転数の制御というのは、あまりきめ細かくできなくて 2,3 段階くらいしかできません。安い扇風機の場合、どうやって回転数を変えるかというと、どの巻き線に電流を流すかによって回転数を変えます。どの巻き線かによって抵抗値が違います。抵抗値が違うので流れる電流が違います。その流れる電流の大小によって回転数を変えています。このスイッチでどの巻き線に電流が流れるかを選んでいます。実は巻き線にかかる周波数を変えるとこの回転数も変わるのですが、安い AC モーターの扇風機の場合、そんな高度なことはやっていません。あかねえぞこれ、逆ネジでした。この黒いのがブラシレスモーターです。これがブラシレスモーターです。裏面にナイデックって書いてあります。これは日本電産のことです。日本電産が作っているブラシレス DC モーターです。蓋を取るとこんな感じです。電子回路が載っています。細くて見えにくいのですが、この部分からモーターの巻き線が3つ出ていて、回路基板にハンダ付けされています。ここのハンダ付けも取り外します。基板を取り外すと中身はこんな感じです。これがモーターの本体です。巻き線がたくさんぐるぐる巻いてあります。先ほどの AC モーターとは見た目がかなり違います。でこちらの回転子の部分はこのように回ります。この回転子に金属を近づけると
くっつきます。ということはこの回転子磁石でできています。方位磁石を乗っけて軸を回すと方位磁石は回転します。回転子の部分は磁石でできています。その磁石を引きつけるように巻き線の部分に電流を流します。巻き線は3つありますが、それぞれの巻き線に違った波形の電流を流します。電流はどうやって作るかというと、こちらの回路基板で作ります。この基板は3層インバーターです。基板の裏側を見てみると、磁石がどの位置にあるかを検出するセンサーがあります。これはホールセンサーです。そういう風な仕組みでこちらのブラシレス DC モーターは回転するわけです。これは AC モーターの回転子です。回転子の部分はただの金属です。ブラシレス DC モーターのように磁石ではできていません。その分価格は安いです。しかし回転するときに電磁誘導によって回転子の部分に電流が流れます。その電流によって損失が発生します。なので AC モーターの消費電力は少し高めです。こちらのブラシレス DC モーターと、先ほど出てきた AC モーター、明らかにブラシレス DC モーターの方が値段が高そうですよね。こっちの AC モーターはちょっとした外部回路だけで動きますけど、ブラシレス DC モーターはこのようにモーター本体と、あとはこういった電子回路がないと動くことはできません。モーターを回すためにいろいろな電子回路を使ったり、あとはモーターの中に磁石が入っていたりするので、その分値段は高くなります。ここまでブラシレスモーターを分解してきましたが、何かに似ているなぁと勘のいい人なら多分気づいていると思います。これは以前分解した、電気自動車のモーターとかなり似ている構造になっています。これは以前分解したアイミーブのモーターです。この部分が回転子です。この回転子は超強力な磁石でできています。回転子はこの中にスポッと入ります。外側の部品のことを固定子と言います。固定子の部分には巻き線がたくさん巻いてあります。でこの巻き線に電流を流すことによって回転磁界を作ります。この回転磁界にこの回転子の磁石が引き寄せられて、そして回転子は回転します。こちらの電気自動車のモーターも、あとは扇風機に使われているブラシレス DC モーターも、かなり似ている構造にはなっています。ただ扇風機に使われているブラシレス DC モーターの場合、すぐ近くにモーターを回すための電子回路があります。この電子回路というのはインバーターのことです。次はブラシレス DC モーターがどういうふうに動いているかをこちらのオシロスコープで測定します。測定を始める前に今日のスポンサーのテレダインデクロイの紹介です。テレダインデクロイはこういったオシロスコープを作っているアメリカの会社です。過去の動画の中でもたびたびテレダインデクロイのオシロスコープが登場していると思います。で今回のオシロスコープは一味違います。ここを見てください。チャンネル数がなんと8個もあります。オシロスコープのチャンネル数はだいたい4つが一般的なんですけども、これを見てください。チャンネルが8個もあります。チャンネルが8個ありますから、今回みたいなモーターの測定にはもってこいです。巻き線は3つありますから、電圧を3箇所測るためのプローブが3つ、それに加えてモーターの電流を測るための電流プローブも3つ、3層分の電圧と電流を測ってもまた2チャンネル他の好きな箇所の測定ができます。今回使っているオシロスコープ 12bit なので、波形のかなり細かいところまで見れます。ちなみに8チャンネル分の利点を生かすためにモータードライブアナライザーがついています。詳しくは概要欄のリンクから確認できます。実際にブラシレス DC モーターの波形を見るときはモータードライブアナライザーを使ってみたいと思います。これは実験風景です。これがオシロスコープで、電圧プローブ、電流プローブ、ここにいろいろ配線を引き出したりして、結構大変なことになってます。というのもこのブラシレスモーターが一体型になっているので、配線の取り出しに少し苦労します。実際にモーターを回します。そうするとこういうふうに電圧が出てきましたね。これはモーターの巻き線に加わる電圧です。モーターは最初回転していません。それを回転させるために最初は低い周波数からモーターを回し始めます。でモーターを加速させるためにもだんだん周波数を高くしていきます。どんどんモーターの周波数が上がっていって、で回転数も上がっていくわけです。どのくらいの回転数になるかは扇風機の方の設定で決めます。他の波形も見ています。これがモーターに加わる電圧波形、3層の制限波 PWM 信号が加わっています。これがモーターに流れる電流波形です。制限波の電流が流れています。ちょっと歪んでいますけど、こんなもんでしょう。今扇風機は低い回転数で回っています。でこの回転数をちょっと高くします。この波形をよく見ていてください。
まず回転数を高くすると周波数が高くなりました。それに加えて電流の振幅も大きくなりました。電流の振幅が増えた理由ですが、プロペラを速く回すためにそれだけたくさんの電力が必要になるからです。プロペラは回っていますが、このプロペラを掴んでわざと回転数を落としたいと思います。波形をよく見ててください。回転数が低くなりましたね。低くなるんですけど、この握ってる、熱いなこれ。プロペラを握ると周波数は一時的に落ちます。落ちるんですけども、このプロペラを握ってる方からするとどんどん回転数が上がってきていて、握っているんですけど結局モーター自体が元の速度に戻そうとする制御が働いて、周波数は元と一緒な周波数になります。握っている方も結構な力が必要になります。一旦離してみると、はい、元通りの周波数に戻りました。で、実はこれモーターアナライザーモードでやるともっと見やすくなります。これが電圧波形、電流波形、これがモーターの周波数、これがモーターの電力です。ちょっとモーターを回転させてみます。いきます。今モーターは定格の回転数で回っています。右上に表示されている周波数を見ます。周波数はだいたい 180Hz くらいです。次に左下に表示されているのは電流です。右下はこれは電力です。電力は 5W 程度を消費しています。軸を握ってみて負荷の状態を変えます。この波形をよく見ていてください。負荷を握り始めると周波数が低下し始めてきました。それに従って左下に表示されている電流値も増加します。なぜこのような動作になるかというと、軸を握ったことによって、周波数が下がります。ブラシレス DC モーターの制御によって周波数を上げようとする、つまり元の回転数に戻そうとする動作が働きます。その結果としてモーターに流れる電流は大きくなります。ただこの場合ですが、どうやら電流値にリミットがかかっているようです。この軸の握り具合を変えて今周波数を変えていますが、電流値は変わっていません。ということはモーターを壊さないように、これ以上電流が流れないように制御されているわけです。当然右下に表示されている電力は今 11W ぐらい消費していますが、変動はしません。モーターは電流値をリミットされていますので、これ以上トルクを出すことはできません。なので周波数が元の 180Hz に戻ることはありません。軸を握って負荷を与えている状態ですが、これを一気に離してどうなるかを見てみます。この波形をよく見ててください。はい、こんな感じの波形になりました。まず何から変化し始めたかというと、右上に表示されている周波数から変化しました。軸を離した瞬間から周波数は上昇し始めています。周波数はどんどん上昇していって、もともと設定されていた 180Hz をオーバーしています。これはオーバーシュートという現象です。オーバーシュートはするのですが、ブラシレス DC モーターの制御によってもともと設定されていた 180Hz まで戻ります。次は電流です。軸を離した瞬間は電流は変わっていません。ですが周波数がどんどん高くなっていって、もともと設定されていた 180Hz くらいになったところらへんからだんだん電流の振幅が下がっていきます。モーターをわざと停止させることもできます。この軸を思いっきり握って止めます。こんな感じの波形になります。見えますか。はい、というわけで今日はブラシレス DC モーターについて少し話してみました。中身は電気自動車とかに使われているモーターと結構似ています。でブラシレス DC モーターはこういったきめ細かい制御をしているので、 AC モーターを使った扇風機と比べた時にかなり幅広い範囲で風量を調整できたりします。それ以外にもモーター自体の特性ときめ細かな制御を組み合わせることによって省エネにもできます。ブラシレス DC モーターの特徴はそんな感じですね。というわけで最後までお付き合いいただきありがとうございます。最後に軽く補足をしておきます。ブラシレス DC モーターという呼び方は結構分かりにくいです。見てもらった通り中身は3層インバーターと永久磁石同期電動機の組み合わせです。